ます。おぎさん、なんでラブラブのメッセージに参加してるの？ラブラブ、はい、パーパーと出会って約27年、うん、結婚してそろそろ丸24年です、はいはい、チャーミングリーンの老夫婦みたいになろうねと、うん、私からプロポーズをし今に至ります。かわいい。あ、そうだね、もうラブラブだよね、確かに。そしてテーマラブラブでずっと考えてるんだけど、うん、全然思い浮かばない朝起きてパーパーにラブラブで思い浮かばないんだけどパーパー何かないかって聞くと、うん、秒であるわけない、だっていつも俺はいじめられてるもんとすぐどんないじめかはヒッチ見にたぶさわられ洗濯物干すって2階に上がろうって階段登ると後ろからチビ触ったり干潮したりかんなじ何かやってくるだろ、俺は毎日いじめられてると言いやがった。バカだよねバカってないよね愛情表現なのによ触られなくなったら終わりのって言ってやりましたそんなパーパーを喜ばせるのは喜んでないから新商品の酒や、うん、飲んだことない酒買ってきて冷蔵庫に冷やしておくとデージ喜びます。その数日もパーパーが仕事中に LINE でルンバ欲しいわってメールを送ると必要ですか使うんであれば OK と返事が来ました。ちょろいですちょろいです全部そっちいいねこのご夫婦、ね、そのやりとりの LINE のあ、本当だにやりドギいやすごいね自分のキャラクターの絵が本当にもうすごいわ。優しいドキっていいね、うん、男の人の本当に喜ぶあのポイント分かってるよねドギ意外と本当にじゃないと後ろにちょろいですって書かないよ、ね、書かないよな、もう絶対ちょろいと思ってるよね本当にもう館長するなってばって、でもなんでもってなんか向こうのちょっかいばっかり出してね、たまにもう猫撫で声でお願い事して、うん、で今欲しいなリユちゃん必要だったりこうやって頼られるのも好きだからさ、男の人って月月月ってちゃんと書くんでしょ、そこで分かってるね、あちょろいって書きたいんだけどいや、やっぱちょろいなって手のひらの上で終わったすごいね。